こんにちは。町の昔の面影にも思いを馳せながら歩く猫散歩です。今回は東京世田谷区の松陰神社前駅の町を歩いていきます。松陰神社前駅は世田谷区のちょうど真ん中あたりに位置し、路面電車の東急世田谷線三軒茶屋駅から4番目の駅です。世田谷線は一昔前まで玉電の愛称で親しまれていました。今では東京に2つだけとなった路面電車のうちの貴重な一つです。渋谷まで16分という便利な位置にあるのに家賃相場が低く、近年は上昇傾向にあるものの、それでも 1DK で 7.3 万円とリーズナブルです。利便性と景観の良さを兼ね備え、治安もいいエリアなので世田谷線人気の火付け役となった町だそうです。それでは早速松陰神社方面へ歩いてみましょう。駅を挟んで南北に伸びる松陰神社通りはかつて松陰神社の参道だったところで、現在は約450メートルに150店舗が並ぶ松陰神社通り商店街となっています。平成16年にはユニバーサルデザイン福祉のまちづくり推進モデル事業に選定され、排水を道路の中心に集めることで店舗敷地との段差を解消し、車椅子利用者や視覚障害の方にも安心して歩けるような道路づくりとなっています。松陰神社通り商店街は魅力的なお店が集まっているため、メディアでも人気。アドマチック天国では2回紹介され、マツコデラックスが夜の巷を徘徊する、有吉、ビビる大木、浜口京子が有吉くんの正直散歩、高田純次が純散歩で松陰神社前商店街を練り歩きました。またここで秋に開催される幕末維新祭りは世田谷三大祭りの一つです。幕末の志士、騎兵隊に扮した人々のパレードを一目見ようと全国から多くの幕末ファンが訪れます。松陰神社は幕末の教育者であり思想家吉田松陰先生をお祭りしています。吉田松陰は安政6年10月27日、安政の大獄に連座し江戸天満町の獄中にて30歳の若さで軽視されました。その4年後、松陰先生の門下生であった高杉晋作、伊藤博文等によって長州藩主の別邸があったこの世田谷若林の地に改装され、松陰を祀る松陰神社が創建されました。現在の社殿が造営されたのは1927年から1928年の頃で、ちょうど家庭用紙箱入りのハウスカレーが初めて発売された年だそうです。1940年、昭和15年、松陰神社参拝記念で郵便はがきが授与されました。この年は後期2600年にあたるとして、紀元2600年記念行事が全国11万もの神社において大祭が行われ、万国博覧会とオリンピックの同時開催が計画され、万博のメインゲートとして勝どき橋も作られるなど、国を挙げての空前の祝賀ムードとなったそうです。また同年に正式採用された軍用機がゼロ式、通称ゼロ戦となったのは、後期2600年の下2桁のゼロから命名したそうです。吉田松陰は江戸時代後期の日本の武士でもあり、思想家、教育者でもあり、松下村塾を開き、明治維新で活躍した志士に大きな影響を与えました。社殿近くには伊藤博文ほか、木戸高政や井上薫などゆかりの人物が奉納した石灯籠が32基並んでいます。また吉田松陰は教えを説くだけではなく、認識、即実践を体現しており、黒船がやってきた時に先進国に外国留学するチャンスだと黒船で密航を図ったエピソードは有名です。多くの名言も残しており、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。吉田松陰の影響を受けた人は現代にも多く、パナソニック創業者の松下幸之助もその一人だったようです。そんな松陰の名言は毎月境内参道に掲示され、松陰先生の言葉や吉田松陰先生お言葉みくじで触れることができます。松陰神社は近年は勝と志というご利益があるということで、起業家や経営者にも人気のパワースポットです。
また学問の神として数形を集めており、受験生たちも全国各地から訪れます。相川欽也、内海翠夫妻が新婚当時お参りしたことでも有名です。近くに世田谷区役所があるので、婚姻届を提出した足でこちらへお忍びでお参りされる有名人の方が他にもいるそうです。また地元の人にも愛されており、お宮参りに訪れる家族も多く、神社の片隅には歯固め石も置かれていました。桜の季節の神楽殿前には野立茶店が並び、7月1日からは願掛け風鈴の頒布が行われ、夏の境内には涼しげな風鈴の音が響き渡るそうです。さて、猫散歩は御朱印帳を用意してみました。吉田松陰の月命日である27日は特別に松陰のシルエットスタンプを一緒に押してもらえるので、次々と人がやってきます。やはり月命日の御朱印は人気ですね。御朱印を書いていただいたので、松下村塾を復元した建物を見に行きたいと思います。松下村塾は伊藤博文など明治維新を成し遂げた偉人たちが学んだ私塾で、実物は今も山口県の松陰神社境内に現存しており、平成27年、2015年には世界遺産となりました。猫散歩もいつか訪れてみたいと思います。建物は木造瓦葺き平屋建ての庄舎で、当初からあった8畳と10畳半の部屋があります。10畳半は塾生が増えて手狭になったため、後から塾生の中谷翔介が設計し、松陰と塾生の共同作業で増築したものと言われています。ちなみに設計者の中谷翔介は第11、13、15代内閣総理大臣の桂太郎の叔父にあたり、墓所は吉田松陰墓所の隣にあります。1859年に松陰は安政の大獄で処刑されてしまうのですが、亡くなったのは数え年で30歳の時だったとのこと。その若さに改めて驚いてしまいます。しかも松下村塾で彼が教えた期間はわずか2年半だそうです。ここには昔の松陰先生の銅像が移設されていました。本殿の参拝を終えたら、松陰先生が眠る墓所へ行きたいと思います。社務所の左脇にある小道を進むとあります。松陰先生墓域の入り口に建てられている鳥居は木戸孝允によって奉納されたもので、大政一新の年、木戸大江孝允と刻まれてます。吉田虎次郎、藤原紀方と銘された吉田松陰先生の墓碑をはじめとして、烈士たちの墓所が並んで収められています。また墓所前には青い門のついた石灯籠と水盤があり、これは維新後に徳川氏から謝罪の意を込めて奉納されたものだそうです。参拝が一通り終わったところで、一度休憩してお抹茶とお菓子をいただきたいと思います。桜の季節とゴールデンウィークの頃には神楽殿前には野立茶店が出ます。ここでいただいているとパワーをいただけるような気がしますね。松陰神社隣の若林公園との境には内閣総理大臣の桂太郎の墓があります。桂太郎は幕末に生まれ、戊辰戦争から明治維新、大正政変まで激動の時代を生きた人物で、深く国と関わり、歴代内閣総理大臣の中で通算在任期間を令和元年に安倍晋三が在職記録を更新するまでは最も長い政治家としても知られていました。桂太郎本人の遺言によって松陰神社に隣接して建てられたそうです。桂太郎の叔父である中谷翔介は松下村塾のスポンサーでもあったそうで、桂太郎は郷里の人吉田松陰を崇拝していたそうです。今回は松陰神社の歴史をたっぷりとご紹介いたしました。パート2では商店街を歩き、街のグルメ情報やドラマのロケ地情報をお伝えしようと思います。松陰神社商店街周辺はここ数年老朽化などで店舗が閉店移転する一方で、若い商店主への世代交代がうまくいっているため、下町の良さと若い感性とがうまく融合しながら進化し続けています。いいねとチャンネル登録、
そしてコメントをぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。